ンメイクのコツは、9点の目が終わり後半になると何買ったらいいかわからんくなる。韓国コスメライターのスタです。ということで今日は9点の目が終わりについて無双する方法をご紹介していきたいと思います。まあ、無双とはっていうお話なんですけど、9点のね、目代わりってどういうイベントなのかっていうお話と、実際に9点の目代わりでもっとお安くゲットする方法だったりとか、もっと安くね、品物多く買うね、チートの方法とかをね、ご紹介していきたいと思います。っていうのもね、結構初回の方に、9点のね、目代わりについての動画を上げたことがあるんですが、まずはその動画からおさらいしていきますね。9点の目代わりっていうのは、大手の9点っていうショッピングサイトの中で、3日間に対して3枚ですね、20% オフのクーポンが配られるイベントとなってます。で、3日間の間に使えるその 20% オフのクーポン3枚っていうのが3回に分けて配られる計9日間のイベントなんです。このクーポンが例えば一番最初の第1弾の3枚は3日間しか使えなくって、それを過ぎるとね、そのクーポンはなかったことになっちゃいます。なんで期限内にしっかりクーポンを使えば全部で9点のアイテムを 20% オフでゲットできるんですね。あ、9点と9点ってかかってんのかな。9点の9点しょうもな今回はそんな9点で9点マックスお買い物できるんですけど、プラス何点も買える方法と、さらにここからね、お値段を安くするね、クーポンの使い方を順にご紹介していきたいと思います。まずは9点以上お買い物をする方法なんですが、実はね、このクーポンっていうのは使用しなければ他人にね、譲渡することができるんです。なんで、まあ友達だったり家族だったりとかにアカウント作ってもらってクーポン取得してもらって、で使わなかったらもらうみたいなことができちゃうんですね。マックスね、1日にもらえるクーポンの枚数っていうのが決まってて、そんなにめちゃくちゃ点数もらえるわけじゃないんですけど、クーポンにもね、1番2番3番っていう風にナンバーリングしてあるんですけど、その各ナンバー1枚ずつぐらいかな、確かもらえたはずです。で、もらい方なんですけど、マイページからカテゴリーからクーポンで、まずはクーポンをもらってクーポンを取得したら、自分のね、マイページのところからクーポンを選択してプレゼントするっていうね、バーが出るので、それをね、タップすると LINE とかあとはメールだったりとかで他人にクーポンを付与することができます。で、実際に私もね、いつもお母さんとかねお友達から何枚ももらって9点以上のお買い物をね、普段しております。で、まあ、一応譲渡してもマックスのそのクーポンをもらうと合わせてクーポン合算して使えるので、3日間で3点以上のお買い物をすることができちゃいます。めっちゃお得じゃないですか。てか、アカウント作ってさ、クーポンを配るだけなんてめちゃくちゃ簡単だし、なおかつ例えば9枚のクーポンをね、フルフルに使ってる人ってあんまりないんじゃないかなって思ってて、なんでね、割とみんな余してると思うので、ぜひぜひみんなからかき集めてね、いっぱいお買い物楽しんでみてください。で、2つ目に紹介するのが、さらにその目代わりのクーポンを使ったお値段からさらにお安くする方法なんですけど、実は目代わりのクーポンってショップクーポンとか自分のランクのクーポンとかっていうのは併用できないんですね。ただ唯一併用できるクーポンが、決済のクーポンが併用することができます。決済のクーポンとはっていうお話なんですけど、まあ、9点で実際に 20% オフで割り引いたお値段の後、そこから決済方法をね、いくつか手順を踏んでいくんですが、その時にクレジットカードだったりコンビニ払いだったり振り込みかとかっていう風にいろんな決済の方法を踏めるんですが、 LINE Pay とあと PayPal っていうね、決済を踏むとクーポンが使用することができます。今回の目代わりをチェックしてみたところ、まず LINE Pay だと特典クーポンとして 2% オフになるそうです。金額でかかったら 2% ってめっちゃでかいよね。 PayPal の方だと 50% 分または 20% 分のね、クーポンをプレゼントしてくれるそうです。まだ9点の PayPal で決済したことない人は 50% 分で、すでに決済したことがある人は 20% 分のクーポンがもらえるらしいです。めっちゃ良くない？ LINE Pay の方は決済に対して 2% 落とされるんですが、 PayPal の方は後日ですね、12月上旬の方にまた別途 20% オフのクーポンが付与されるっていう形で、まあ、マックス500円分ですね、がお得になるそうです。でぜひね、9点の 20% オフでお買い物をするだけじゃなくて、全部で3日間で1回クーポン使わないといけないので、まあ、多くて3回決済を踏むんですけど、まあ、どれかを1回 LINE Pay にして、どれかを1回 PayPal にして、でどれかは1回普通の自分のクレジットカードでやるとかね、まあ、もう1回 LINE Pay でやってもいいと思うんですけど、その時はクーポンは付与はないんですけど、みたいな感じで
3回の決済を違う手順で踏むと各各々クーポンがもらえるので、ぜひぜひ試してみてください。でね、まあ、今回のパターンでいくと、普通にまず 20% オフのクーポンを使ってお買い物をします。プラス LINEPay でマイナス 2% お値引きがあって、さらに PayPal では12月上旬の冬にはなるんですが、マックス500円分ですね、お得になるそうです。なんでこれが一番今回11月のメガ割でお安くお買い物する方法かな。ぜひぜひ試してみてください。ちょっとおまけみたいな感じになっちゃうんですが、あの Q10 で本当に後半になってくるとね、皆さんね、何買ったらいいか分かんないと思うんですよ。なんか余ったし、なんか使いたいけど何に使ったらいいか分からんみたいなね、状況になると思うんですが、あのそんな時に、あの購入するべきだなって思ってる私のおすすめのアイテムがあって、一つ目はマスク。KF94 のね、形のマスクの個包装のものとかが結構お安く買えてしまうので、ぜひぜひクーポン余った人はね、あの消費するもんなんで、ミルクボーイじゃないけどね、そんなん何倍あってもいいからなって感じでね、ぜひ買ってみてほしいです。二つ目に、インスタントコーヒーですね。私韓国のね、マキシムっていうところのオリジナルのフレーバーが好きなんですけど、これ100本入りとかね、売ってるんですよ。なんで、同じ消費系でいくと、まあ、食品とかね、買うとお得かなと思います。のでぜひね、Q10でお買い物しまくって、まあ、韓国コスメも買いまくって、もうそれでも何買ったらいいかわからんみたいな、もう余しちゃった、使いたいけど何に使ったらいいかわからんって人は、ぜひマスクとか食品系でね、消費するっていうのがおすすめですので、ぜひやってみてください。ということでね、今回は Q10 のメガ割で無双する方法をご紹介しました。ぜひね、何回もねこの動画見返して、Q10 のメガ割自体もかなりお得なんですけど、よりねお安く購入できたらなと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。またね、この無双する方法は今回のメガ割だけではなくて、また年始かなにあるメガ割でもご利用いただけますので、ぜひ合わせて何度も見てくださったら嬉しいです。ということで、今回も動画が面白かったよ、参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。またね、10万人いくまで毎日投稿しておりますので、ぜひぜひ視聴してくださったら嬉しいです。ということで、また明日お会いしましょう。